ベルトにはまだ誰の涙も汗も染み込んでいません。地球規模の栄冠と名付けられた21世紀最強の男の証、それが GHC。 準決勝の舞台、ここ広島でいよいよ2人が雌雄を決する時が来ました。秋山純入場。去年8月に出航したノアの歴史は、秋山が沢を締め落とした事件から始まりました。秋山の戦いに、そして秋山の発言に、プロレス界はノアの将来を透かして見ています。ただ勝つだけではありません。万全の三沢を倒してベルトを手にする。秋山の青写真が焼き上がった暁に、ノアは一体どんな世界を作り上げるか。秋山純がリングに立ちました。8ヶ月に及ぶ箱舟の舵取りを経て、今一人のレスラーとして生き返ります。三沢光晴入場。これまで奪った多くのベルトも、積み重ねた防衛回数も、全て20世紀の海に沈めてきました。自らが創設した21世紀最初にして最強のベルト、その遺伝はやはりこの男が築き上げるのか。秋山がリングで三沢を見つめます。待ちます。地球規模のスケールがその右肘に込められています。三沢がリングに立ちました。本日のメインイベント、それ GHC TV が決定となると、準決勝時間制限一本勝負を行います。ラウンドが250ポンド、秋山純、青い炎が三沢を殺す。秋山純、中コーナー255ポンド、三沢光晴。ノアの勝ち取りは渡せない。初代 GHC ヘビー級王座決定トーナメント準決勝、時間無制限日本勝負。三沢、そして秋山、舵取りをもかけた大一番を迎えました。二人のがっつりとした握手でゴングを聞きました。時間無制限日本勝負、初代 GHC ヘビー級王座決定トーナメント準決勝、三沢光晴対秋山純。ぐっと力が凝ります。三沢が押し込んだ。秋山が三沢の出方を伺います。サドネルクリーンにブレイクしました。放送の解説は力道山ジュニア桃田光雄さんです。桃田さん、はい、準決勝というその冠のみならず大変な大一番を迎えましたね。そうですね、まあ、決して決勝でもおかしくないような組み合わせではあると思いますよね。その通りですよね、はい。このノアのマットで初めてのシングルマッチを迎えます。三沢対秋山であります。白いショートバイツの秋山純、今三沢のエルボーを使う手ではありません、左の腕をがっちりと固めています。まずは静かにスタミナを奪って関節を決めていこうという秋山純であります。ロープニアに三沢が追い込んでいきました。今度は分かれるか、緊張感がある。おっと、エルボーを叩き合う。三沢返した。桃田さん、やはり一発一発に緊張感ありますね。そうですね、まあ、お互いにお互いの実力っていうのは十分分かってますしね、はい。まあ、いろんな意味でこの初めてのノアの要するにベルトということで、まあ、お互いに要するにそのこれにかける、ね、気持ちっていうのはもう並大抵のもんじゃないと思うんで、そうですね、要するにその負けたらこのトーナメントですから終わりですから、はい。そのアタックは秋山だ。さあ、さあどう出る。ドロップキックは肩口にヒット。秋山場外、さあ三沢どうか、三沢どうか、明日明日、おっと、広島1回転、そして、おっと、秋山が見ていた、三沢を今、はたき落としました。
いや、ここら辺はですね、やっぱりお互いにお互いの要するにその技をある程度知ってますんでね。そうですね。それから動きもお互いにある程度把握してますから、要するにその読みっこっていうかね、相手の心理、こういう時に何を仕掛けてくるかっていうのを読みっこっていうのもありますよね。そうですね。ああ、下に下を今あのエプロンから走ってくる姿ももう視線の片隅に秋山ありましたもんね。そうですね。さあ今首のあたりに三沢を落としました秋山純です。まあ、逆に言うとですね、このお互いに罠を仕掛けるようなところも出てくると思いますよ。なるほど。要するに誘い込むというかね、秋山、いや、広島のファンがもうこの2人の一挙手一投足に大変な歓声です。さあもうすでに左には大粒の足が光ります三沢です。場外をその戦いの下に決めて、大手ローダー一発一発の前に三沢、このエルボーで秋山がお客さんの中に飛び込んでしまいました。この三沢が1回戦で斉藤明俊タイガードライバーから勝利、2回戦は小川義則バックドロップ12発を耐えてエメラルドフロージョンを出しました。一方の秋山は1回戦あの大森との 4.1 福岡大会リストクラッチエクスプロイダーでまず借りを返しました。そして2回戦は力尾武史わずか4分フロントネックロックで勝利、共に2勝してこの準決勝の舞台に進んでいます。三沢が先ほど首をちょっと痛めて、そして今度は秋山あのエルボーでお客さんのところまで吹っ飛ばされました。そうですね、まあ三沢選手のエルボーに関してはこれもあの口で言うことではないんですけどね、もう十分すぎるぐらい威力ありますんでね、はい、そうですね、はい、まあ、それを秋山選手はまた十分知ってますからね、またこのエルボー、おっと秋山がエルボーで返します。さあエルボー一歩も引かない余裕は止めてエルボー返すエルボー、さあ2で返しました秋山です。そしてグラウンドはスイーパーホールドの体勢に入りました。秋山曰く、俺を見ればノアが分かる、ノアを俺の色に染める、これが旗揚げ当初から歌い上げてきたこの秋山純であります。そうですね、まあ、あの秋山選手自体が若い選手を含めてですね、はい、やっぱりノアを引っ張ってきたという部分はものすごい大きいと思いますよ。そうですよね、はい、そして今日のこの三沢との戦いを前にして、あの三沢の状態が旗揚げの頃に比べたら明らかに良くなっていると、はい、で仮に秋山自分がチャンピオンになるにしても三沢に勝ってないじゃないか、万全の三沢に勝ってないじゃないか、そう言われるのが本当に嫌だ、今日三沢と当たれるのがある面いいことだということを秋山は話しています。そうですね、まあ、それだけやっぱり秋山選手が自分に対する、ね、自信っていうかね、精神的に強くなってるということだと思いますよね。自らにそれだけのプレッシャーをかけてるわけですからね、はい、ブリンバスターの体勢三沢、そして踏ん張る秋山、持った攻防がリングの中央、三沢だ、秋山切り返した、バックリもあった、エルボーが待っていた、三沢が走る、捉えた捉えた、おっと、もう桃田さん、これ本当に手の内読み合い、そうですね、相手が何をしてくるかと読み合って、それをうまく自分のペースに持ち込めるか、自分の技をうまく出せるかという勝負ですからね、はい、あの一つの技がすんなり決まるようには思いませんね。そうですね、さあ秋山がロープに飛ばしました、明日綺麗に入ってますね、本当ですね、正面から来ました、三沢が今放送席の目の前場外です。さあその目が秋山、徐々に冷徹さ冷たさを帯びてまいりました、髪の毛を掴んで、おっと、おー私の目の前で三沢の首が顎の奥が完全に鉄柵に入りました。今喉に入ってますよね。本当でしたね、今その秋山の膝、秋山の体重の乗った三沢の首が完全に鉄柵に食い込んでいきました。さあその秋山の目が徐々に徐々に試合が熱くなるのとは反比例して冷たくなっていきます。三沢を捉えて、お、ここはすんなりリングに戻します。時間無制限一本勝負です。 GHC 初代ヘビー級王座決定トーナメント準決勝です。秋山のカバーを2でクリアしました三沢です。去年の2月27日日本武道館でこの通算13度目の対決で秋山が三沢から初めて勝利を収めました、まあ、それ以来の1年越しの対決ということになります。あの時の秋山のラッシュは凄まじかったですからね。凄まじかったですね、もう要するにもう、まあ、だけど
やっぱり秋山選手自体が、はい、あの頃からどん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 要するにその自分の要するにその精神的な強さっていうのを強めていったっていうかね、自分自身をこうに鍛えていったっていう感じしますよね。そうですね、今首のあたりを三沢が抑えています。秋山はその2月の三沢戦の勝利、ノアの旗揚げで三沢をフロントネックロックで落として田上をエクスプロイダーで3カウント、そして翌日は小橋から手を奪っています。おっと抑えた、さあ捉えてエルボーだ、これ使えるようだ。いや一発に魂が入っています。三沢飛んだ、三沢は2回戦で同門対決小川を相手にエメラルドフロージョンを出してまでの勝利でした。三沢があれだけその勝負に徹して非常になったというのも本当に久しぶりに見たなという気がしたんですけれども、ね、そうですね、やっぱりその三沢選手がこの要するにトーナメントにかける、はい、まあ、気持ちはみんな強いとは思いますけども、やっぱり一番じゃないかなという気はしますよね。なんといっても自分が旗揚げしたこのノアという団体、はい、その初代チャンピオン、これはないわけないですからね。そうですね、意地にかけても取りに行きたいっていう気持ちになると思いますよ。そうですね、はい、しかしこのフェイスロックが秋山の鼻のあたりを捉えていますが、これ三沢がカウント4まで離しませんでした。やっぱりそのこの勝負にかける、やっぱり意地がそうさせるんじゃないかなと思いますよね。そしてほぼ完璧な形のこのフェイスロックが入りました。秋山のこめかみのあたり、そして鼻っ柱のあたり、この三沢の左の腕が完全に裏付きました。ご覧の表情、目を開けられない状態の秋山、ロープは遥か彼方、ご覧のように懸命に力を込めます。秋山の体が徐々に徐々に崩れてきます。コマに行った、コマに行った、おー頭がいい、なんとか右の肩が上がりました。さあ早い勝負を仕掛けるか三沢、青コーナーのトップに三沢が立つ、三沢がおお、カブト、いやちょっと秋山が思い出のために引っ張ってますか。そうですね、さっきのフェイスロックでなんか、ちょっと落ちてはいませんけどね、だいぶ体勢崩れましたからね、おお、しかしここは秋山なんとか防ぎました。エルボー、明日トライ、トライだ、トライだ、引っ張った、さあ番号にしてタイガードライバー打つか打つか打つか、ドドドトライることができるか、おっと、アウトシュートエクス、三沢を押してます。ランニングルボー、逃げ場のないランニングルボー、さあジャーマンに対して秋山どうした、三沢強い、三沢がまさに異様な表情、怖い三沢が帰ってきた。初代チャンピオンに向けて三沢の表情を引き締まるものがあります。上げた、この三沢、今日の三沢怖いですね。すごいですね、やっぱり顔を見ててもそのなんていうんですか、迫力がすごいですね。そうですね、さあ三沢の意地が狙っている、あーとランキングでもローリング、ドライバー、またドライバー、レッドスクイダーが出てきました。おーおー、わーっと両者倒れた、両者ラッキーラッキーの歌い、読み合い、そしてぶつかり合い、初代チャンピオンの三沢と秋山、およそ1年間の激闘は今ご覧の大学で大の激闘を表現しています。さっき体を起こしたのは三沢か、山田三沢の大の字だ、秋山は浮き虫、エルボーダメージは首に溜まっています。さあなんとか体勢を秋山が先か、秋山が行っている、走った、エルボーダカット、そう、背負ってるか、おっと、ドロップキックで果たし落としました。いや本当に何が起こるかちょっと想像つかないですね。まあ、お互いに、あの何か仕掛けるっていうの見えますからね、はい、とにかくそのよく見てますね、お互い、はい、今三沢を叩き落としました秋山です。秋山は言います、ちゃんと動ける人がチャンピオンになった方がいい、そして一番考えている人が最終的にはチャンピオンになる、僕はそう信じています。一方の三沢です。三沢が今日は鬼気迫る、まさに鬼の表情を見せています。ただその鬼をもってしても秋山の冷酷さを打ち消すことができるかどうか、
ですね。後頭部を抑えます秋山。いや厳しい攻めですね本当に。何しろそして時間は無制限一本勝負、はい、ここまで続くか分かりません。広島のファンが今総立ちです。このまんま続けていったら要するにその決勝戦が出れるのかなという心配になってきますよね、はい、決勝戦は 4.15 有明コロシアム、この三沢秋山戦の勝者と明日大阪で行われる岡山県側戦の勝者がメインイベントのリングに上がります。おっと秋山が三沢のタイツを掴んで足を取られています。ただでは返さないという構えなんでしょうか。三沢の右の足を掴んで三沢エルボー、もう何発のエルボーが打ち込まれたか分かりません。おボディースラム、おやおエルボー、ボーデさん今下が三沢狙いの王者を狙ってましたね。そうですね、そんな感じに見えましたよね。それをだけど秋山選手は察知してますよね。でしたね、三沢もなんと恐ろしいことを考えるか。ただそれを切り返す秋山はやはり無駄ことはありません。そういえば小川をエメラルドフローゾンで下しました三沢。お今度は体勢逆ですよ。三沢が秋山の左足を掴んで返しません、返しません。次の一手は一体何か。今このゴンは何ですか。今レフリー西永がゴンを要請しました。もっともっとこれこれリングアウトですか。リングアウトですねこれ。両者リングアウトですか。ええ、ちょっと待ってください。秋山が先にいたんですか。今両者リングアウト。ちょっと待ってください。ちょっとこれ立ち上がらなければ決勝戦には進めないということになりますか。そういうことですね。ちょっと待ってください、はい、今解説の桃田光雄さんが確認に向かおうというところです。13分35秒、両者リングアウトですが当然場内は延長コールです。何しろこのままで、あ今モードさんが、本部席に向かって確認を行います。プロレスリングノアルールでこの両者リングアウトというのも当然含まれています。確かにその三沢秋山ともになかなかリングには戻りませんでした。ただトーナメントですからこれはどちらかが勝たないことには優勝決定戦は行われません。今レフェリーの西永、中田龍リングアナウンサー、そして桃田光雄さんなどが確認しまして、三沢秋山が今距離を取ってまだ降りません、降りません。転倒しました。トーナメントは両者リングアウト、レフェリー採点両者リングアウトでしたが、トーナメントで行われてますため決勝進出者を決定する必要があります。本日ただいまより再試合を行います。再試合が行われるということになりました。さあ再試合を行った秋山の試合だ。さあ見せました秋山のリフレイ、確定に行われた。一気に決めるか秋山順、輝いて輝いて垂直落下となりました。返しました。全く異例なこの引き分け再試合。一回さフロントレックフロントレックを受けないか。三沢をあの旗揚げに次を落とすのか。懸命に行かれる三沢、おわあ完全に捉えた秋山。三沢を完全に捉えた、あの旗揚げの悪夢の通りガッチリ入っています。いや入ってますよこれ、まだ西田が止めません。棚が次決まっています。三沢は果たしてこれを捉えられるか、捉えられるか、逃げることができるのか。落ちてしまったおしまいです。いやだけどこれ危ないですよ、このまま我慢したら。そうですね、完全に捉えている秋山のフロントレックロック。三沢は少しプスですが、なんという奇跡、三沢が逃げました。いやよく
こらえられたっていうかね。本当ですね。ただ秋山さん、エルボーの さあ、おっと、モレノだ。ファイティングの目、それを切り返した秋山。おっと、上に立ったのは三沢だ。どうだどうだ。わあ、なんとなんとなんと三沢がエビで負けてきました。秋山の表情が信じられない結果を物語っています。決勝進出は三沢ミッサル、秋山大の字、無限差が逃げます。場内の三沢コール、決勝進出は三沢ミッサルです。まさに名実ともに21世紀最強の男へ王手をかけました。引き分け再試合1分30秒、三沢ミッサルが襟固めで秋山陣を丸め込みました。無念の表情は秋山、あのフロントでクロックをかわされて、もうそうですね、かわすというよりも、あれをこらえてロープまで逃げて、はい、この三沢選手のですね、この GHC のベルトにかける